K-POP 前髪よ。いいでしょ。こんばんは。もう首がやられすぎてる。スタジオのせいだ。絶対そうだ。寝方もおかしかったかもしれんけど、スタジオやったからまた首が曲がらなくなった。いやー悲しい。こんばんは。緑茶飲むと寝れなくなる。そうなの。カフェイン、コーヒーじゃないの。でも今日はめっちゃ寝てた、めっちゃ寝てたからね。いいんだよ。バンジャラさん、うま、ありがとう。卒業公演で初アリサだった。あ、そうなの。どうでしたか。どうでしたでしょうか。サトシン、ハートありがとう。スタジオ公演の次の日は、え、半年ぶりにやったっけ。でもなんでなの、なんで首をやられるんやろ。よくわからん。いついつどの場面。今日は緑。りんたろうさん、ハートありがとう。たなさん、ペンライト。ひろたんたん、お手紙お手紙ありがとうございます。緑好きだよ。意外とか分からんけど、緑好きやねん。仕事終わって帰ってきた。今日までだったんですかね。お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。お仕事お疲れです。初めてのスタジオで感動したよ。やったね。めっちゃ美人になってます。ありがとうございます。こんばんは。そう、マストビーなかったけど、昨日はくうかちゃんソロの方でやってましたね。あれあったよ。もう今日はもう死んでました。マストビーナー踊れるか。へぇーてて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 て、光じゃない。ミシェルボーイさん、年越しそばありがとう。サイン会ありがとうございました。あ、サイン会ね。サイン届いたっていうお知らせ、みんなありがとうございます。サインありがとうございます。飾ってね。あの前のショールームでやったやつじゃなくて、そのもう一個前にやったやつが届き始めてるんかな。ぜひ飾ってください。インスタメイクの参考になりました。ガチ？やったね。嬉しい。嬉しっす。メイク習いに行かないとね、早く。そう、メイク習いに行ってちゃんといい感じにできるようになったら、あのやるところを取ろうかな。分からんけど。ミシェルボーイさん、そばありがとう。
と納めてきました。みんな納めてる。お疲れ様です。皆様お疲れ様です。受験勉強、いやー大変。あかりちゃん全然頑張れ頑張れあかりちゃん。さとしんさん、たかひろさん、いい人ありがとうございます。緑と紫の服を買った、嬉しい。緑も紫も好きよ。たかひろさんかわいい、ありがとうございます。後輩にダンスを教える、信じられない。どういうこと、どういうこっちゃね。よしもちゃんと教えたけね。そう、私もちゃんと教えたけど、なんか思うに教えるの向いてないわしそう、なんだチャートリの時とかもね、そういっぱいなんか聞いてくれてから、レイカちゃんとかサラピとかリネタンとかサーヤンとかいっぱいなんか聞いてくれてね、ダンス教えてくださいって言ってくれるんやけど、いやなんかね、なんか分からんけどね、踊れるんですけど、踊れるんですけど、ゆっくりさ教えてあげようとするじゃん。そう、ここが分からんっていうとこがあったら、ここの部分だけをサビの部分だけとかをなんかゆっくり教えてあげようとするじゃないですか。そしてゆっくりなんかこうやりようたらなんか分からんくなるあれどっちやったっけみたいな、なんかゆっくりやりよったらね忘れるよね。スススてー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  I'm sorry とかさ、ガハンガハンガ熱もちょっとあるわとか、なんかゆっくりやりよったらわからんくなるよ何回も何回もこれ確認する。あと動画を一回見んと分からん。曲がかかったらできるタイプなんですけど、教えてってこうなんか言われて、なんかふと振り返ると分からん分からんってな。スケモンさん、バラありがとうございます。うん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 。一生宝物です。私のサインありがとうございます。サインね、サインみんな届いたって言ってるじゃん。サイン飾ってちゃん、サイン飾ってちゃん。えさ、どこ注意本当だ、サコチンがいる、サコサコがいるじゃないの。星だけでくれそうありがとう、嬉しい嬉しい。かっちゃん、初見ありがとうございます。 ST48 のみなしありさです。よかったら右上のハートしてルームフォローお願いします。にゃー、ルームフォローしてね。いえ、ゆきちゃんの中で過ぎて心配だ。いや、こっちがね、こっちがな、うんうん、なんでいつからいつからって感じ、マジでマジでいつから。スケモンくん、バラありがとうございます。絶対あれだよね、あの4人であそこ行った時、山賊あれ行ってからな気がする。あの山賊行く時はあのまだ微妙だったそう、まだ微妙でしたね。イケアンともサラピとも
まだ微妙なのにあの約束してなんかほんまに行くんかみたいななっとったほんまに行くんかみたいななっとって、そこでそう、それ行ったおかげで仲良くなったみたいな感じのとこはあるよね。そうまだ微妙なくせにあの約束した気がする山賊行かんかってスケモン君バラありがとう。私は A 型A 型です。ピュン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 、いて同室の時確かに、でもね遅かったしね、遅くに終わってチャットに帰ってきて次の日早かったから、そんなだけどね。でもあの全然起きんくてびっくり起きなささ加減にびっくり。まあアリサも何回かアラームあの飛ばしたすっ飛ばして起きたんですけど、3、4個ぐらいアラームすっ飛ばして起きたけどね、あの全然起きんよ驚いた。ヤスベさんペンライトありがとう。坂田市民さん小判ありがとう。三等家のカップラーメン、あれめっちゃ美味しかった、あれ美味しかった。あれにあのそのなんかサラピがなんか食べてたなんか焼きそばみたいなやつの辛い粉をかけたんよ。辛いって言いながら食べよったあの粉をそう普通のマイルド豚骨ラーメンにかけてみたらなんかめっちゃ美味しかった。七味代わり的な感じで、あれとなんかラー油みたいなのをちょっとかけたらめっちゃ美味しかった。スペシャルバージョン。塩豚骨みたいなの食べたよね。塩豚骨ラーメン食べたけなんかむくんだ次の日最悪よ本当に最悪。話しやすい先輩で、よっしゃよっしゃ嬉しい。そうちゃんかわいい、ありがとうございます。でも自分からはいけんからね自分からいけんから自分から行ってみるわ。2022年はうん、後輩人気ありそうだ意外に一蘭全然行ってない。なんかソラハンにさなんかおすすめされてさ天下一品をなんか天下一品に2回ぐらい行って、そうそっからなんか天下一品の味になったんよね。そうだからなんか一蘭好きなんですよ。あいさあの一人で行ける感じわかりますか？二人で行ってもどうせ一人になるみたいな。そう一蘭好き だけどなんか天下一品行ってしまったけなんかねえ申し訳ない何に対してかから一蘭行ったらなんか怒られそうじゃんソルハに。でも一蘭好きです。あの辛い粉、赤の幻の粉みたいな、何でしたっけ。
そうね、今年最後のアリコンはあさってです。今ね作り直したセトリをちょっとこれやめようと思って。セトリ作り直した、計20曲、2時間ぐらい目安で計20曲やりたいと思います。イエーイ。力のトレーナー広島人すぎん。あ、秘伝の、あ、秘伝のコナンみたいな感じか。そうやん、それやん、それやん、それやん。アリサはあのまあこってこてこってりラーメンも好きなんですけど、塩ラーメンは好きやけん。そうこってこてこってりも好きだけど、なんかラーメンはあっさり、あっさりじゃねみたいなとこあるけど、でも醤油ラーメンはあんまり好きやないよね。むずい。むずい。私醤油ラーメンじゃなくて塩派か、なんか魚介か、魚介系、何タチウオの出汁とか、タチウオ出汁のスープです。そう、わかりますか、もう共感する人おらんか。あ、魚介系はあっさりなんかな、あっさりに入るんか。でも背脂がなんかいっぱい入ったやつも好きなんやね。でよくわからん、よくわからん。背脂、あっさり、あっさり系はあっさり系でも背脂入っとったら嬉しいな。名前読んでください。コルミー、コルミーミニオン、コルミーミニオン。合ってる、コルミーミニオンさん、ニャホー、ハロー。今日は緑です、緑です。尾道ラーメンね、尾道ラーメンね、いい。わしは徳島ラーメンがすごい好き、すごい好き。徳島ラーメンは革命か、革命なのか。え、徳島ラーメンはさ何味でしたっけ。調べよう。あのお肉、ラーメンにお肉が入ってるのと、あと卵を無料でのせていいよっていうのがもう好きすぎた。あ、徳島ラーメン東大、行った行った、東大。醤油豚骨なんだって。あ、醤油豚、醤油だったんや。これマジで美味しかった、東大。これ徳島行った時に食べた。これ見てください。醤油豚骨だったら好きなんかもしれんね。このお肉、ラーメンにお肉が入、牛肉ですね、この牛肉が入ってるのと、あとこの卵はもう目の前に卵が置いてあって、どうぞご自由にみたいな。でここで自分で卵をヒュンって入れるんですけど、マジで美味しい。あ、豚肉なんですか、すいません。豚肉だそうです。あ、すき焼き、あ、そう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 、すき焼き風のラーメンなんよこれ。マジでね、やばい、マジやばい。そう、すき焼きなの、すき焼きラーメンみたいな。これやばいよ。鶏ガラの白いラーメンもあるんだ。これには出会ってないかもしれんけど、美味しそう。塩豚骨ラーメンもあるんだ。醤油豚骨のこっち食べたけど、こっち塩豚骨ラーメンだ。そう、やばいね、このラーメンはやばかったね。驚いた、美味しすぎて。
味噌ラーメン屋さん。味噌ラーメン。塩豚骨派。塩豚骨は絶対美味しい。塩ラーメン、塩豚骨。塩豚骨ってなったらもうあっさりかこってりかどっちやねんってなるけど、それ合わさったのがいいよね。あっさりすぎずこってりすぎず。そうなんや。でもやっぱ袋麺のさ、普通のラーメン屋さんじゃない袋麺、こう家でさお湯を沸かして作る系の袋麺のなんか醤油味はなんか違うんよね。なんかが違う。普通にお店のラーメンが一番ですよね。なんか違う。美味しいけどなんか違う。そうなのよ。最近はあの袋麺のあの徳島ラーメンっていうのがなんかあって、謎に家に、そう謎にお家にね、徳島ラーメン、じゃあ尾道ラーメン尾道ラーメンの袋麺が家にあってね、それを自分で作ったんですけど、あのスープのなんていうん、薄める、水の量、この後粉に対してのこの水の量を間違えてからめっちゃ濃かった、めっちゃ濃いスープが出来上がってね、失敗したんですよね。そう、驚くべき濃さだった、失敗。それや、気をつけてください。本当にそう、目分量で粉を入れて、目分量で、あ、こんぐらいでいっかってこうお湯をやったらね、失敗しました。尾道ラーメンは醤油、醤油。いで。うーん。そう、難しいね。読んでなかった全然。普通にあの何ラーメン、ラーメンのお皿に溢れそうなぐらいでいっかと思ったら全然濃かった、びっくり。ラーメン専用の、え、すげえ、ラーメン専用鍋、そんなあるん、すげえ。味噌派。札幌一番、札幌一番塩豚骨、それ食べたことないかも。札幌一番味噌ラーメンしか食べたことないかもな。こんばんは。アイさんの推し、推しの店を見つけようかな、じゃあ。ソルハの天下一品愛に負けんぐらいの推し店、わしの推し店見つけよっかな。サトシン、ダイナソー、ギフトありがとう。やっぱチェーン店だったらさ、あれだよね、どこにでもあるかん。チェーン店じゃなくて広島に来ないと食べれないとこにしようかな、私は。広島じゃないとない店。力はまあそれはそう、力も広島にしかない。和田とどこから、和田と、サトシーンで着る毛布貼った、ありがとう。アウトレットにある、和田と広島ジアウトレット、
ことある、通りすがってたわ、通り過ぎてた。美味しそう、美味しそう。なるほどね。こちら辺に行った時はね、あのいつも国松行くからなここは行ったことないわ。美味しそう。そうなんな、案件来てる案件プロモーションじゃないですよプロモーション含んでないです、あれ天津飯、天津飯、天津飯好き。天津飯は蓬莱さんしか勝たん。蓬莱、あのサンモールの地下かパルコのところかにある天津飯、蓬莱。一人で天下一品食べに来ました。すごいすごい。広島でしか食べれないあのラーメン屋さんで美味しいところ探そう。暑すぎて、そりゃそう暑いよね。てか天津飯って家で作れるんですよ、知ってましたか。まあ、作ろうと思えば作れるか。そう、天津飯を作っててね、びっくりした。 YouTube で天津飯作るっていう人がおって、ガバ、ガバね、ガバはなんでか分からんけどめっちゃ並んでるちょっと申し訳ない、なんでか分からんとか言ってちょっと申し訳なくなったけど、ガバはめっちゃ並んでるイメージある。私がよく行こうとするガバ、行こうとするけどめっちゃ並んで諦めるガバ。かきラーメン、かきラーメンってあるんかね。かきは広島の人はお好み焼きに入れるイメージやね。ラーメンにかき入れる人おるんかな。でもめっちゃ美味しいよ。家でやったことある、アリサは辛ラーメンあるじゃないですか、韓国の辛ラーメンは、の辛ラーメン赤いやつはなんか辛すぎるけ、あの置いといて、オレンジ黄色ぐらいのマイルドな辛ラーメンがあるんですよ。そう、めっちゃ辛い、本物の辛ラーメンの半分ぐらいの辛さのマイルドっていうね、マイルドバージョンの辛ラーメンがあるんやけど、それに牡蠣とチーズを乗せて食べたらめっちゃ美味しい。やった、それはやったよ、それはあれがやってた、あのバイキング西村さんの西村キャンプ場ってやつのキャンプ飯でやりよったすぐ真似した。キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、ほいほい。湯気、湯気って読むでしたっけ、それ陽気違うなんだっけ。そこなんかめっちゃ目の前通る、よく目の前通る陽気さん。中華ラーメン、中華そば、ん、中華そば屋さんやね。めっちゃいい匂い漂ってるイメージ。一風堂、一風堂ってない、どこにでもあるチェーン店ですか。こんばんは。力の中華そば美味しい、美味しい。まるこちゃん可愛い、ありがとう。陽気ごめん、なんとか変が違っただけやん。
プ場、西村キャンプ場西村さんがただあの食材を地元の人にもらいに行ってキャンプするだけの番組です。キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほいほいほい初めて見る山。めっちゃなんか耳から離れんリズムの歌。初めて登る坂キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、ほいほい。緑の服、これはザラかな、多分鏡で見ようこれはザラですね。ザラの緑ダボットパーカーじゃないの、トレーナーです。無地に帽子も持ってきたけど使わなかった。今日はどこも行ってない昨日ね、湯気これフランフランの加湿器、乾燥やばくないですか。この空気が乾燥してるんじゃなくて、あの肌が乾燥してるんやけどだから意味ないと思う、絶対。そう、あの加湿器というか、あの何、美顔器というかスチーマー代わりみたいな。どう、そう、空気が乾燥したんじゃなくて顔が乾燥したよね、なんか自分の。ひどい、もう何でか分からん。パックしてから寝るのにフランフランの加湿器です。湯気じゃないですよこれ。しかもアロマ、フランフランのアロマ液みたいな、チュンチュンチュンって入れてるからいい匂いがします。やばいよね、乾燥、顔の乾燥なんよ。乾燥肌だわって思ったことなかったんですけどね。そう、めちゃめちゃ乾燥肌じゃん、やばいって思ったことなかったけど、そうなん。パックして、その後クリーム塗ってメイクしようと思って、メイクが終わった頃にはなんか乾燥しとるえ、むずい。その使う下地とかをさ、あの乾燥肌用というか保湿力高いやつにした方がいいかな、よくわからねえ。肌の保湿無印ね。無印は私も洗顔とかはずっと無印。乾燥してもいつも唇だけやったのに、なんか肌が乾燥してます。コンサートのステージぐらい湯気ってるそれは分からん、ステージ湯気っとるっけなんかガタゴト言ってる
室できて。そうなんだよね、ベトベトすぎたら崩れるみたいな言うやん。だから保湿できて、保湿保てる下地、やっぱ下地が一番大事らしい。なんかそういろんな YouTuber さん見てから気づいたけど、下地が一番大事って言ってたファンデーションとかコンシーラーとかにお金かけるより下地って言ってた。まあそうだよね、そりゃそうか。こんばんは。なんだろう、ももかちゃん、ニキビかな。こんばんは。わしもやばかったよ。なんでか分からんけど、あのクリスマスのやつとかでさ、ずっとマスクしてレッスンするやん。そしたらさ、みんな、ね、これみんな言っとったけど、みんなマスクしてレッスンしてたから、この口らへん、ここらへんにとか、このほっぺらへんとかにめっちゃニキビできてやばいみたいな言っとったけど、なんかアイサは分からんけどここにできたんですよ、このなんでって思わん。そう、みんな確かにこうマスクしてさ、ここがなんかムレムレみたいな、汗かいてみたいなマスクして踊って汗かいてこん中でみたいな、そうでニキビがめっちゃできるみたいな、ほっぺたとかにあったけど、何でか分からんけどアイスはここにできた、この眉毛のところにできてね、もう最悪って感じ。ここでもなんか治ってきたけどね、あと残りそう系ニキビ最悪ですよ。絶対この前髪かこの変な前髪がずっとここに当たるじゃないですか。あとなんでか分からんけど、あのここの根元から汗が出とるはずなんやけど、なんでか分からんけどこの先っぽがなんかいつも濡れとるんや、アイサって。そう、ここら辺は別にね、あの汗かいてないのに、いつもなんかここの先っちょだけ濡れとってからいつも巻いとっても取れるみたいなことが起こる現象なんですよ。だから前髪もここら辺がね濡れとるわけじゃなくて、ここの毛先が濡れるけね、でここに当たってここがここにニキビができてた。そう、最悪じゃない。マスクしとって、まあ、ここら辺だったらワンチャンある隠せるけど、なんかここなんかあんま隠せれんのよね、ノーズシャドウするところらしい。最悪だった、本当に最悪。アンさん、ダルマありがとうございます。ダルマ、変な体質。別に顎とかにはできんかったよね、それが。でもなんかニキビでっかいなんか隠せれない、コンシーラーとか塗って隠せれないニキビじゃなくて、あのちっちゃいニキビ予備軍みたいなわかりますか、わかる、赤ニキビじゃなくてなんか白ニキビみたいな、ちっちゃいのがプチ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 ってなんかできる感じの人な気がする。ここら辺にはめっちゃもう隠せれないニキビができたけど、じゃなくて予備軍のちっちゃいのがチチ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 ってできるから、それどうにかしたいの。本当にわからない、私も。
ニキビに効くみたいなペアクリームとかいっぱい試したけど、けどって感じ。でもあれがシカペアクリームが気になってるね。シカクリーム、シカパック気になってる。シカパック買うかな。ビタミン、あれ、あれサプリ、顎絶対マスクやな。顎はマスクよね。パック、緑の韓国の流行ってるニキビに効くって有名なやつ。皮膚科、まあね、なんやかんや皮膚科が一番皮膚科でもらったアリサ様買おうみたいな書いてあるクリームが一番なとこはある。アリサ様買おうみたいな、1日1回みたいなシール貼ってある青いキャップの丸い塗り薬が一番みたいなとこはあるよね。顔緑のパック、そうシカシリーズ いいって聞くよね。試してみたい。シカパックとシカクリームをセットで使ってみたいな。でもなんか地味に高かった気がする。地味にお値段した気がするんだよね。鹿じゃないですよ、宮島の鹿ペアパックあ、うん、あ、言うて2400円ぐらい。こんな緑の四角い、こんな鹿 CICA 鹿、これずっと気になってたよね。この中にピンセットが入ってるらしい。でここにパックが入っとってみたいな。シカ、あ、でもいっぱいあるんだよね。シカ化粧水とクリームとパックといろんなシリーズがあるからわからない。私もそれはそう、鹿、鹿じゃないんやって鹿じゃないんよ。おもろい。おっしゃん、ペンライトありがとうございます。ケア系いっぱい試したい。来年は来年はいっぱい試したい。良いお年を。そばありがとうございます。もう年末やばくないですか。私の年末の予定が決まってないんですけど、どうしたらいいですか
何するんですか。明日ね、あの映画行くのは決まりました。イエーイ。広島にいてくれる、もうみんなメンバーとかはほぼ広島にいないと思うけど、広島にいてる方々で一緒に行ってくれる方を見つけました。イエーイ。あと2日で今年終わり、やばいね。宮島行きます。明日宮島ね、宮島行きたい。え、宮島ってさ、あの鹿よりもさ犬の方が多いじゃないですか最近思いません？思ったことない？宮島鹿よりさ、なんか犬連れてる人の方がさ多くて、なんか犬ばっかり見るんやけどさ、あれってさ宮島に住んどる人なんかな、それともさ船に乗してきたんかな。船に乗っていいん？犬すめちゃいるよ。そう、野生の犬じゃなくて野生の犬じゃなくてちゃんと飼い主さんがおる犬やけど、そうトイプードルとかチワワとかいっぱいいる。あれって宮島の人なんかな。船に乗ってきたよね。あいさんもロニチャビ連れてる、行きたいな宮島。ロニチャビ様に野良犬じゃないですよそれはやばい、それはやばいよ。大変大変。ロニチャビはね連れて行きたいんですけども、あれって普通に船乗っていいん？犬、それともなんかカゴみたいな、カゴカバンあるんですけど、一応犬用のリュックとかあるけど、それに入れて船に乗ってみたいな感じなんかな。知ってる人いる？船 OK？ 船に、確かに船にさ犬が乗っとるのは見たことないよね。止められるかな。普通にこうやって持っとったらいけるんかな。船リードでいける？ほんまに？そうなん？ならいいかった。あのリュックとかがいるんかと、リュック意外と重いけね、あれ意外と甘い。しかもロリチャビ同じリュックに入ってくれんから2個持ってかんとそれを持って宮島歩くのは辛すぎる。リードつながっとけばいいんか。じゃあいいね。宮島行きたいな。愛さんもいいね、行ってみよう、行ってみよう。一緒に入ってくれん？中で喧嘩するか、もう入らない、どっちかが入らない。映画穴番見る。呪術廻戦もやりよるよね。呪術廻戦は見てないんですよ、アニメ見てないからもあかんにゃい穴番見てきます。でもさ穴番さ、なんか全然やってないんですけど、広島もうそんなさ公開してから経ってないよね。まだ穴番ってまだ1ヶ月も経ってないのに、2週間十何日ぐらいしか経ってないのにさ、あの広島もこう1日にやってる何回数、上映回数が4回とか3、4回、1日に3、4回ぐらいしかやってないの、なんでって感じじゃないですか。なんでやねんしかもなんかいい感じのさ1時3時4時6時9時とかじゃなくてさ、こうお昼とかにこう 何個もあるんじゃなくて、8時とか朝8時とか、え嘘って感じ。
お母さんと行く？あなたの番です、劇場版。そう、全然広島やってないんだけど、どういうことですか？鬼滅みたいに15分間隔でやってくれないと困るんですけど。どういうこっちゃ。うん、いい時間が2個ぐらいしかない。それが、ま、満パンだったらもうどうしてくれるんって感じよね。こんばんは、山本彩香ちゃん、ありがとうございます。 ST48 みなしあぎさです。よかったらルームフォローしてください。ありがとう。鬼滅すごかったよ。15分間隔ぐらいじゃなかった？15分間隔で1日に何回も何回もやってた。え、あの番人気じゃないんですか？嘘でしょ、めっちゃ人気やと思ってたもん。そう、最初の方はいっぱいあったんかな、始まって1週間2週間だんだん減ってきたとか。あの番見ない人いるんですか？こんばんは。アルパークの映画館は結構良そうな。めっちゃ面白かった。面白かった。怖くなかった。面白い。どうなるんだ。もうドラマの話はねほぼ忘れたけど、でも全然違う話やもんね。ドラマと全然つながってない、全然違う話やから、楽しみです。映画決まってすぐ、かわいい。かわいい。私あの晩一人でさ、Hulu かなんかで見た気でさ、そのリアルタイムであの晩ドラマで流れてる時に見てなかったよね。そう、その時代遅れの人だったよ。そう、あと全部終わってからなんか Hulu かなんかでこう一人でなりながら見てたから、パパもママも知らない気がする。あの晩真犯人フラグを見てないし、もうどうなってんねん。サスペンス系嫌いなんかな。たまに怖い。オラウータンタイム。それはそう、オラウータンタイム。AI ナナちゃん、もう AI ナナちゃんじゃないんか。もうナナちゃんは死なないんだもんね。いやー、ハラハラドキ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 。でもなんかあの番の公式サイト見て、なんか出演者の人とか見たらなんか懐かしかった。おったあ、この怪しいやつおった。出演者懐かしかった。あなたの番です、キャー。あなたの番ですとさ、あなたの番ですっていうのとさ、あのお探しのものはこれですかみたいなさ、字一緒じゃない？つながりすぎてない？なんか真犯人と穴番、秋元先生が書いたっていうのが同じなだけで、そんな一瞬かみたいな感じになりません？あなたの番ですと、お探しのものはこれですかみたいな、このなんかカクカク四角っぽいなんか字が一緒なんですけど。
酒蔵の娘、どんなでしたか？どんなでした？嘘。ちょっと出してみよう。なんで調べたら出てくる？あなたの番です。張り紙？紙？あ、これ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 ね、あなたの番です。この巣の感じとか見てくださいね。このカクーンみたいな、四角カク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 みたいな、この字ね、あなたの番ですっていうのが届くんですよ。と、お探しのものです。これ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 、こちらが真犯人フラグで出てくる張り紙というか、お探しのものです、ね、こっちは家族がいなくなる、家族が行方不明になるっていう話なんですけど、でお探しのものですっていうのが来たんですよ。字一緒すぎんか。これあなたの番です、あなたの番ですと、お探しのものです、この巣が同じやな、このカク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 な感じ、この癖強な感じ、面白くない？あ、これ。ギャオ。比較してる人いるやん。あなたの番です。いえ、お探しのものです。巣が一緒。同じスタッフ。おもろい。ここまで一緒にする。よいしょ。メス入りありがとうございます。え、まだ充電できんくなった、この携帯つらい。コネクタで液体が検出されます。嘘でしょ、濡らしてないんだけど。スタジオ公演かっこよかった、ありがとう、ありがとうございます。スタジオ楽しかった、すごくすごく楽しかったです。なんかクロスがなんかすごかった気がする。え、クロスすごくなかったですか？やっててすごかった。イケちゃんパワー、イケちゃんが一人なんか加わっただけで声の厚みが全然違った。驚いた。私リハーサルでなんか一発目からなんか驚いた。私はいつも通りというか、まあ半年ぶりぐらいに、半年空いてて半年ぶりぐらいにやったけど、いつも通りな感じで歌ってたらさ、なんかさ声の厚みが全然違かった、驚いた。みゆみゆも結構声量あったけど、そう、あとみちのブレなさと、みゆみゆも結構声量あったけど、なんか池様にこう変わっただけで声量半端なかったの、迫力、声のなんか厚みが全然違かった、驚いた。すごい、すごかった。クロス
難しい。スタンドマイクを持ってるのに足を蹴ったりこうやってやったりするのが難しい。いかにマイクをここに持って、はい、外さない、はいはいはいって感じするか、超絶難しい。確かに池様のおかげですね、本当にすごかった。だけどちょっと寄せたもん、アリサちょっとなんか浮くかなと思ってちょっと寄せた。ちょっとあの最近習ってるあの大人な声を出すっていう練習、そうこう口を横に開かない、縦開きで、そうあの下の奥をこうキュンってこう上げたら子供っぽい声になるから、こう下ろして喉の奥を開けるみたいなめっちゃ意識して、そうよちょっと寄せたよね、同じ2人で歌わりのとこ。スランプくんペンライトありがとうございます。だけど俺の気持ちは嘘偽りないのさ、走るハイウェイ光のように、クロス歌おうかな。ハイウェイ思った、ハイウェイぶつけようのない光のように。公園行きたい、嬉しい。キンキンは1月4日にね、明けましておめでとう公演あるよね。1月4日に僕恋があってよっ、あとは桃鉄ツアーが始まるので、北海道名古屋秋田、北海道名古屋秋田に出没します。1月1日に公演するのすごいよね、すごい毎年思います。すごい1月1日に働いたことはないね、 STO って言うとみんな休んでる、すごい公園めっちゃ行きたい、嬉しい。公園桃鉄ツアーと何したっけあと何がある、あ自分あソロイベントがねあるので、あれも練習頑張らないとやばい。1月はスペシャルイベント、7枚目のスペシャルソロイベント、ランダムソロイベントみたいなやつがありまして、桃鉄ツアーもありまして、あとは僕恋だなぐらいですね。あとは歌唱力の決勝がねありますね、もうちょっとで、本当に、歌唱力の決勝楽しみ、こちら見ます、テレビで見てます。なべなべさんタコありがとう、公園来てない、そっか、ココチンも元気だよ、あ元気じゃないかもな、最近病んでたかもココちゃん最近病んでた、久しぶりに LINE したら久しぶりじゃないか、LINE してたらなんか病んでたそうおもろかった、いろいろ悩んでましたね。放課後ホームルームもあります、よろしくお願いします。
今年のでも歌唱力ってなんか早いよね。日付が早くてって感じだから、まあそれなというかそりゃ私もね出たかったですけどね、今年もし出るってなってたら本当に焦ってたと思う。本当にもう無理だってなってた気がする。ずっとクリスマスのあれとかチャートリのあのクワトロのあれとかチャートリのクリスマスとかインストアライブとかでずっと 2,3 週間ぐらいレッスンで埋まってたからさ、その合間合間で歌のレッスンとかも行けなかったと思うし、全部ほぼほぼ休みますって言ったし、そんな中決勝ってなってたらやばかったと思う。今年なんか時間なさすぎた、いろいろ忙しかった、ね、本当に今年はそう、まあ、よくはないけどよかった、ね、100% の感じで出れないよりかは良かったんじゃないかと思います。応援は選ばれないでしょ絶対。選ばれない、こんなコミュ障は誰だろうね応援メンバー。わしはテレビで見たもん、いっぱいツイートしようかな。くる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 よ、ほのたーいっぱいツイートしようかななんか冷たいな、この歌詞ケロス何やねんそれ。あ、
ございます。ミラーボールやった、ありがとうございます。クローズ歌だけやったら余裕やけど、そう、あの飛び跳ねながらダンスやりながらやったら超絶ね、あれはね、死にそうになる死にそうになる。あ、スタジオ公演のね裏話なんですけどね、あのね、めっちゃね、あ、大変だったよね。なんでかわからないんですけど、あの最初の黒い衣装あったじゃないですか、3曲メイクノイズ、ウザー、ヤバな求愛とダンスブロック3曲あったと思うんですけど、あそこの途中でね、なんか気づいた人おるかな、来てくれとった人で足見てた人な、気づいた人おるかもしれんけど、なんかね、なんか靴がおかしいなんか足がおかしくなってくるよ、だんだん。それでね、あの写真撮影、客席バックとセットバックで写真撮るときになんか見てみたら、あの靴ひもがね、どっちも外れとってね、驚いた私は。いつの間にって感じでした。そう、あのね、衣装を着るとき、そのブーツ履いたときはめちゃめちゃ固く結んであったんですよ。めちゃ硬いやんと思って、逆に履きにくいわと思いながら履いたのに、なんか踊りおったらなんかどっちも靴がなんかほどけてってね、なんか見てみたらどっちも靴が紐が取れててね、本当に飛んでくかと思った、どっちも。危なかった、めちゃ危ない。だから本来ならさ、気づいた人おる？気づバレてないか分からんかった？公演申し込もう、ぜひ。もう靴が飛びそうすぎて、野蛮な求愛とかも靴飛びそうなことしか考えてなかったやばい、靴が飛んでいくと思って本来なら衣装も着替えんくていいくて、そう、水飲み休憩とスタンドマイクのセッティングだけでね、そう、よかったから、もうすぐ自己紹介で履けたけど、すぐだったんですよ、クロスまでのつなぎが。なのに私の靴ひもどっちも取れたせいでねそう、衣装さんとマネネに靴ひもをお願いしてたからね、結んでください、すいませんでしたってやってたから、ね、めっちゃつなぎを長くしてしまって、私のせいなんですよ、あれ本当にごめんなさい本当に申し訳ない。あとアンコールもね、アンコールの時もね、なんか驚いたことがあってねアンコールの短パン、 T シャツと短パンと白スニーカーだったんですよ。そう、それでね、みんなね、クンカちゃんラストそれな、めっちゃ待たしされたのに衣装変わってないぞみたいになってたよね、絶対に私のせいなんですよ、すいませんアンコールの時もね、なんかね、まあ、いつもね、これはいつもね、みんなね、着替えるのが早くてね、そう、一番最初に着替えるのを戻ってきてもね、一番最後に挨拶が出るんですよ、いつも僕声の時もなんかそう、なんかみんな着替えるのが鬼早すぎてまあそれはいつものことなんですけど、それで前歯とね、競っててね、そう、最後残った組で競ってて、待ってまだ行っちゃダメとか言ってたらね、なんかね、靴の中にね、超違和感あってね、靴になんか入ってるってなってね、
見てみたら、あのいつもここに2本ゴムつけてるんですよ、髪の毛のヘアゴム。 それをあの自分が着てきた靴、自分が家から履いてきた靴も今日白だったから、あの間違えて着替える時に間違えてね、自分の靴と間違えてアンコールの衣装の靴にねゴム入れてたんですよ。だからなんか履いたらおかしいと思って見たらね、自分の靴からゴム出てきてねめっちゃね怒られたよ、最悪。そう、それがまださ一番最初ぐらいね、あの早い服着替えるの早い組だったらね許されてたんですけど、最後まで前歯と競ってからね、だけどそこでね負けたよね。同じぐらいに、ちょうど同じぐらいに着替え終わってね走ってったらもう間に合ってたのにね。そう、アイスは靴履いてなんかおかしいなんか履いてるって見たら靴の中にゴムが入ってたそれで何したんだって怒られながら行きました。すいません、本当にすいませんって感じ。アンコールのあのこのパチパチも待たせましたよね、すみませんすみませんでした。フォローしました、ありがとうございます。早いよね、みんな着替えるのが早くて驚く、いつも。そう、私待ち、最後のクーカちゃん可愛くしよう待ちじゃなくて私待ち、すいませんすいません、本当に走ったんだよ、だからめっちゃ走った。そう、めっちゃみちゅにも睨まれながら走った、すいません、すいません。まあそれはまあしょうがない、自分が履いてきた靴も白で、アンコールの靴もたまたま白のスニーカーやったよ、入れるとこ間違えたゴム。手がヒリヒリ叩きすぎて面白い。武田さん、初見ありがとうございます、キュンです。 ST48 の峰吉ありさです。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします、ありがとうございます。次何歌おうかな。靴、そう、飛ばさなかったの。オッケーオッケーオッケー。あれ飛んでたらもう大事故大事故。エディオン近いからね。あれね、野蛮な求愛のさ最後のバーンって足蹴るところとかで飛んでたら大事故。もうクロスもそのままね、めっちゃ 長かったから、そのまま出てもよかったんですけど、クロスはさすがにさ足蹴るじゃないですかだからほどけたまま出たらもうこれそれこそ飛んじゃうよと思って、結んでた何であんなガチガチだったの、いつの間に取れたんやか自分でも気になる、不思議すぎる。アイさんもなんか不思議だもん、だんだん取れてったんや、多分最初は右足がおかしくてなんか緩くなってきた気がするそしたらなんか左足も緩くなってきて、もうああもう終わりだーって思ってた。なんでよ、恥ずかしい、一人だけ靴下で踊りよる恥ずかしすぎる。
こじねえ。オンラインお話し会嬉しい。オンラインお話し会再販中なので今じゃじゃん、おすすめはこれだよ。ぜひ皆さんオンラインお話し会お待ちしてます。一番激推しはここ2月12日の2時間目のツーショット写真会私がツーショット写真会をおすすめしてます。激レアです。バレンタインの衣装で思い出残せるこの日を一番激推ししております。ぜひこの日、このツーショット写真会をね、初めてまだ完売させたことがないので、ここのバレンタインです、しかもこの日を完売させたららと思いますので、ぜひ気になった方は2月12日のこの2時間目早いですけども、ツーショット写真会よろしくお願いします。イエイ。お話し会のツーショットが苦手って方の、お話し会の方がいいって方はこちらの2日間がおすすめです。2月23日の8時間目と3月20日の7時間目のこの2時間がおすすめとなっているので、お話し会の方を行きたいって方はこっちお待ちしてます。ねえ、こんな感じですね。こちらゲーム、はーっていうゲームの日と、ここは逆質問取り調べ取り調べの日です。です。いやでもね、あれですよ、相手の真顔でお願いしますっていう方も、私の真顔レアじゃないですか真顔レアじゃないですか。真顔ができないからさ、あんまり。逆になんか可愛いポーズとかじゃなくて、真顔でお願いしますって言ってくれる方もいるのね。そう、逆にポーズなしもレアです。土日も仕事してますの大変だわ。ピピ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 、真顔基本やってるおもろい。3、2ぐらいまでは真顔にできんのよ。でも1 撮る瞬間に真顔にする。3月20がそうの7時間目。そうでございます。ここも完売になったら嬉しいなぜひ待ってます。この2月23日だけ1時間もまだ完売してないから、ここも8時間目が完売になったら嬉しいと思って、この3時間を激推ししております。ぜひ待ってるよ。皆様拡散のご協力もよろしくお願いしますふふ再販中でございます。おしちゃんかわいい、ありがとう。そう、ゲームの日はそう1枚だけじゃできないからね。そうそう、何枚かあったら嬉しい。普通にトークするのもあり、うん、それはありですよ。全然。こんばんは。最初に
言ってくれたらゲームします、ゲームお願いします、言ってくれたらやろうかな。取り調べそうですね、日頃の行いをちょっと見させてもろて、怪しいところがある方は怪しい行動が多い方には取り調べをしておかなければね、ダメですね。次回自首しますえ、取り調べの日最後やん、最後、最後の最後すぎ。写真撮りたい、嬉しい、うれぴー、写真会、ツーショット写真会よろしくお願いしますツーショット写真会でもいっぱい喋れるからね。あいて、一枚は本当にポーズ決めるぐらいで、あ次の何時間目行くよとか言ってくれたら待ってまーすぐらいで終わっちゃうけど、2枚以上あったらここでも普通にお話できるのでおすすめです。検出とか言われたんか、そういうことか。で充電をもう一回チャレンジして、いけました、乾いたようです、充電できました。ポーズもちろん決めさせていただきます。なんか持ってこうかな、バレンタイン。え待って、どんな服着るんだったっけちょっと待って、何着るんでしたっけ、思い出しとこう。こんばんは、そんなにおすすめしてもいい服だったか緊張してきた。まあいいか、レアレアです、レアレアです。ミミ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 ミラララララララ。何を歌おうかな、何がいいですか。タラララあああこの可愛いの流そうか、へたれたちよじゃあ後で歌います。イコラブさん。
めっちゃ可愛い曲選んでしまった。かわいい。ワンチューワンチュー今すぐできた。こういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れってことはこれ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。無気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、だってもったいない。人は誰だ、だらしない暇な。別の顔
が何だかわからないまま本気だね。授業だけやってみるか、何年かぶりに全力で最後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 気持ちいい自分に、せーの、頑張れ。なのってさ、なんか悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ、力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか肩でやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで進むやつもいるってことだ。大幅が違えばも違う、君は飛ばないよ、ただゴールを目指そう。ねえ、ああ落ちこぼれよ、無関心のまま生きててもいいけど、そう本当は昔はかなり早く走って難しくはないんですけど、でもなんだ、消費するカロリー的にはでもハモルーマーと同じぐらいだと思うんですよこれ全然でもハモルーマーより全然ダンスは難しくないんですけど、でも1曲分のなんか消費カロリー的にはね同じぐらいめっちゃカロリー消費する、すごいフルでやってたら。パチパチ、ありがとうございます。これフルはね超疲れる、超やりきった感なんていうんですかね、すごいこれのフルはだけど変わってみたくなる。そう、これをきっかけにいけるあー一人だ、
ファーストシングル暗闇。太陽は水平線の彼方を目指して、ある描きただ落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらさせながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、空とこの海が滅ぼされているように、交わらないものがあるってことはさ。都会で暮らす友はまどしか見ていないらしい。やるせない柿ありがとうございました。いい曲すぎる、本当に。暗闇大好き私。いい曲すぎる、今になって気づいた今になっ
って気づいたこの歌詞の良さ。音符ありがとうございます。気づくだろう暗闇のその中で、暗闇のその中で気づきました良さに。ありがとうございます本当にって感じ。パチパチパチ暗闇50分だ早い。暗闇のその中で、うん、夜よ僕を詩人にするな。確かにすげえよな。確かに夜になっていっぱい考えるよね。なかなかさ、朝起きた瞬間はっこれからどうしようって考える人おらんよね。さすが。確かに夜になって詩人になるよね。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つきうろたえて無様でいた、次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう。こんばんは。気づくだろう暗闇のその中で、いい曲。久しぶりに見れて嬉しかった。ありがとう、ももかちゃん。木の江温泉さん、広島の。ハート、ありがとうございます。ハート。可愛い敵から生まれるんだから、どういうこと？おもろい。おもろいって。そうだよ。カニ鍋、カニ鍋何カニ鍋食べてんだよ。最高すぎやん。バンジャラさん、ベンライトありがとう。今日も配信を見てくださいまして、みんなありがとうございます。明日は映画見よう。私は映画見て、うん、アリサゴプレゼントのネイル下地塗っとる。うそー、私の使ってるの。みーちゅー、売れピー、売れピすぎる。それは売れピすぎる。スタジオコンよかったよ。ありがとう、ありがとう。本日で仕事納めの皆さんお疲れ様でした。明日も仕事に行かなきゃの方は頑張ってください。応援してます。応援してます。締めの雑炊、何締めの雑炊決めてんだよ。カニ、カニ、カニ食べたい。カニ食べたい。カニ食べて、カキ食べて。食べたい。ではランキングを読みたいと思います。13位ひでじろうさん、12位ティガー、11位ひとりごとさん、10位アルマサトリアさん。この赤と白ってなんだっけ、赤と白の国旗。9位ゆっちゃん、8位ひげのまささん、7位バンジャラモンスターさん、6位たかひろさん、5位そうちゃん、4位やすべさん、2位ひろたんたん、あ、じゃあ3位3位ひろたんたん、2位なんちゃん、1位はドルルタン、おっしゃん、ありがとうございます。ポーランド、ポーランドの方か、
ありがとうございます。アルマサトリアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん明日も仕事、次の日休みは年明けの方も頑張ってください。頑張ってください。上が白で下が赤、いや反対じゃん。上が赤で下が白は。お疲れ様でした。明日の朝、明日の朝もそうですね、9時から。明日も朝も明日9時からやります。よかったらこちらの方のルームフォローをポチッと押して、私が配信を始めたら通知が来るようにしていただけると嬉しいです。あ、嬉しいです。嬉しいです。映画前配信、穴番行く前配信。みえちゃんの首痛いする。やっぱりスタジオのせい か, そ, かそうだね、絶対スタジオだ。だって寝方はいつも一緒だもん。寝方がおかしかったんかと思った、今日だけ。でも何の曲で首やられるんかマジ気になる。なんでやろね、うざ。いつの場面。明日も頑張っていただきましょう。そしてこちら再販行ってますので、ぜひ皆様こちらの7枚目シングル「ヘタレタチオ」の再販気になった方は STU48 キャラアニで検索してポチッとポチポチしに行ってくれると嬉しいです。一番激推しはここ2月12日の2時間目ここのツーショット写真会、初のツーショット写真会完売を出すため、こちらを一番のおすすめにしております。よければ気になった方はツーショット撮りましょう。ここでお話し会の方がいいぞ、ツーショットもいいけどお話し会もいいぞって方はこちらもおすすめです。2月23日の8時間目と3月20日の7時間目のこの2時間をおすすめにしております。よかったらこちらの方で2人きりで話しましょう。ゲームと逆質問の日となってるので、あの何だっけ、話す内容に困っても大丈夫な日になっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、それではもう終わりますね。もう配信が切れます。ではまた明日、ありがとうございました。バイバイキン。また明日。バイバイキン。スクショ。緑。アリサ。